それでは始めさせていただきます質の高い食品のヒト試験とはということでクロスオーバー試験の設計についてお話しさせていただきますこちらが目次となりますまず最初にランダム化比較試験とはということについてお話しさせていただきます ランダム化比較試験とは臨床試験の一つですが、この臨床試験とは食品の有効性や安全性を証明するための試験です。また、特定保健用食品や機能性表示食品などの健康食品は、具体たいヘルスクレームに合わせて、その食品の有効性や安全性を臨床試験で証明することが求められています。また、この臨床試験にはエビデンスレベルというのがございまして、 特定保険用食品や機能性表示食品などの健康食品はエビデンスレベル1と2に該当することとされております。下の方にエビデンスレベルの分類を示しておりますが、ランダム化比較試験はエビデンスレベル2に該当いたします。次にランダム化比較試験の種類について説明させていただきます。このランダム化比較試験には大きく分けて2つ存在しておりまして、 今回はランダム化プラセボ対象クロスオーバー試験について説明させていただきます。ランダム化プラセボ対象クロスオーバー試験、今後 CO とさせていただきますが、この CO とは試験参加者に被験食品及びプラセボをそれぞれ摂取させる試験であり、被験食品の短期的な変化の現象を見る際に使用される試験です。 次にクロスオーバー試験、CO について説明させていただきます。こちら CO の簡単な概略図を示しております。まず試験参加者をランダムに複数の群に分けるというところまでは、今までのランダム化比較試験と同じになっておりますが、それ以降が異なってまいりますので、以降のスライドでこちらについて説明させていただきます。まず割り付けについてですが、 対象集団をランダムに複数の群に割り付けるということを行います。この際の複数の群のことをシーケンスと呼びます。シーケンスの条件といたしましては、危険食品とプラセボの摂取のタイミングが異なるように設計することとされております。例といたしまして、シーケンス A であれば、危険食品を摂取してからプラセボを摂取いたします。 また、シーケンス B であれば、プラセブを摂取してから、被験食品を摂取することになります。では、このように、摂取のタイミングを異なるようにすることに、どのようなメリットがあるのでしょうか。まず、メリットといたしまして、被験食品の介入効果の個人差による影響を取り除くことが可能であると言われております。また、介入効果を個人ごとに比較することができるため、介入効果をより正確に 評価することが可能です。また、平行軍艦比較試験との比較にはなりますが、必要な試験参加者の人数を少なくすることができると言われております。例といたしまして、平行軍艦比較試験と同じ評価を行う場合には、試験参加者を1 5分の1から1 9分の1に削減することができると言われております。一方、この CO にもデメリットがございます。まず、 試験参加者には、被験食品とプラセボをそれぞれ摂取することになりますので、試験の実施期間が長くなり、試験参加者の負担が大きいということが挙げられます。また、試験参加者には、被験食品とプラセボをそれぞれ摂取することになりますので、試験途中の雑略や評価項目の結束によって、試験結果に影響を及ぼす可能性が高いと言われております。最後に、 今回この被験食品とプラセボ1つを摂取してから次の食品を摂取するということになりますので前の食品の効果が後の食品の効果に影響を与える持ち越しというのが生じる可能性がございます。CO の短所の中でも特にこの持ち越しというのは CO 独自の短所かと思われますので1個のスライドでこの持ち越しを生じさせないための対策方法について説明させていただきます。 この持ち越しを減らすための策といたしまして、最初に介入した食品から次の食品を介入するまでの間に、ウォッシュアウトという期間を設定いたします。例といたしまして、シーケンス A であれば、被験食品を摂取してからプラセボを摂取することになりますが、この被験食品を摂取した後に、ウォッシュアウトという期間を設けて、プラセボを摂取し、被験食品の効果を打ち消すという作業を行います。 ただこのウォッシュアウト期間というのは先ほど述べたように一つ目の食品の効果を打ち消す必要がございますので食品の効果を十分に消失させるための期間を設けることが求められておりますこの期間については様々な期間が声明を出しておりましてアメリカ食品医薬品局 FDA であれば食品の効果の消失半減期の5倍以上にすることまたは 食品の効果によって上昇する成分の血中濃度が全ての試験参加者の最高血中濃度の5%以下になるように設定することと述べておりますまた世界保健機関 WHO であればこのウォッシュアウト期間1週間程度でいいのではないかというふうに述べております このようにウォッシュアウト期間については様々ございますのでお客様がお持ちの食品のデータに基づいてウォッシュアウト期間の方を設定できればと考えております次に CO から得られる結果について説明させていただきます CO から得られる結果といたしまして3つございます持ち越し効果時期効果介入効果がございます 以降のスライドでこの3つの結果についての解釈について説明させていただきます。まず最初に持ち越し効果になりますが、こちらは先ほども述べましたように、前の介入の効果が後の介入まで持ち越しされることで生じる結果となっております。つまりここに有意差が生じるということは非常にネガティブな結果となってしまいます。それを生じさせないための解決方法といたしましては、 連続した介入の間に食品の効果を消失させるウォッシュアウト期間を十分に設けることが求められております。次に時期効果になりますが、こちらは摂取の期間の違いによって生じる結果のことを表しております。例といたしまして、あるシーケンスの被検食品の介入期間が夏、プラセボの介入期間が冬であった場合、2つの季節では飲水量や発汗量などの 生理状態が異なってくる可能性がございます。そのため、ここに有意差がつくというのも非常にネガティブな結果となってしまいます。そこでこれを生じさせないための解決方法といたしましては、試験計画時に差がない接種期間を設定することとされております。次に介入効果についてです。こちらは介入の真の効果を表した結果となっております。 そのため、ここに有意差がつくということは、試験食品に有意な治療効果があったということを見ることができます。しかし、ここに統計学的な有意差があったとしても、臨床的に意義のある変動であったかというのを、以下の注意点を踏まえながら考える必要がございます。注意点といたしましては、まず、試験参加者の背景に差がないということ。また、持ち越し効果が統計学的に優位でないということ。 また、持ち越し効果を含めた分散分析を行い、持ち越し効果が無視できることを確認すること。最後に、介入効果と磁気効果を検証し、磁気効果を無視できるかを確認するということが挙げられております。このような注意点を踏まえながら、介入効果で得られた結果というのを見ていく必要がございます。 次にバイアスについてですが、CO でもバイアスが生じる可能性がございます。このバイアスとは一体何なのかということを簡単に説明させていただきますと、測定回数やサンプルサイズを適切に設定することで小さくできる結果の誤差とは異なりまして、何らかの原因によって測定回数や試験参加者を調整しても生じてしまう系統的な誤差のことを表しております。 そのため、このバイアスを調整しなければ、試験食品の真の有効性を評価することはできません。そのため、試験計画時に生じる可能性のあるバイアスを最小化させながら、試験の方を行う必要がございます。実際に対策できるバイアス等を生じさせないように臨床試験を実施いたしましたら、 平行軍艦比較試験では、その臨床試験の結果を論文で発表する際には、コンソルト2010に準拠しながら、報告の方を実施しておりました。CO でも、論文の作成指針というのが存在いたしまして、そちらをコンソルト2010拡張版と言います。こちらがコンソルト2010拡張版のチェックリストになっております。 弊社でもこのコンソルト2010拡張版に準拠しながら論文作戦の方を実施しております。次に実例になります。今回実例2つ挙げさせていただきます。まず最初が食後血中濃度測定試験になります。この食後血中濃度測定試験とは一体何なのかと言いますと、 負荷食品と呼ばれる食品とともに試験食品を摂取させ、負荷食品の影響によって増加または減少する血中のある成分の濃度を測定するものになっております。例といたしまして、血糖値を挙げさせていただきますと、グルコースが多く含有されている飲料、またはお米などを摂取していただきまして、本来上昇してくるはずの血糖値というのを試験食品の影響によって どのように低下また改善することができるのかという試験になっております。次にこの食後血中濃度測定に利用される試験デザインについて説明させていただきます。まず最初に先ほども述べさせていただきました、血糖値であったり、中性脂肪、尿酸値などの生活習慣病に関連する指標の評価に利用されます。また、 ミネラルやアミノ酸等の栄養素の吸収促進作用に関する評価というのも行うことができます。最後にアルコール等、こちらは飲酒のアルコールになりますが、アルコール等の吸収抑制、排出促進作用の評価というのも行うことができます。次のスライドで実際の試験デザインであったり、評価項目について説明させていただきますが、 今回は血糖値と中性脂肪について説明させていただきます。こちらが具体的な試験スケジュールとなっております。まず最初に試験参加者の方にこの試験がどのようなものなのかというのを説明するための説明会というのを行いまして、試験に参加するのが妥当かどうかというのを判断するために、スクリーニング検、接種前検査というのを実施いたします。 そして試験に参加するのが妥当だという方のみを本試験の方に割り付けまして、本試験の方に移るといった流れになっております。それでは、食後血糖値に関する評価項目について説明させていただきます。評価指標の客観的指標といたしましては、時間経過に伴う血中の濃度の増減を面積化して、血中濃度の増減を比較化する IAUC であったり、 測定ポイントを設けて、時間ごとの血中濃度、血糖値というのを測定する方法もございます。その際の測定ポイントといたしましては、介入後30分、60分、90分、120分後にそれぞれ測定を行います。最後に介入後の最大血中濃度といたしまして、CMAX を用いて評価の方を行っております。次にお見積もりになります。 左側がプロモーション用の小規模試験デザイン。右側が機能性表示食品の届け出に向けた試験デザインとなっております。機能性表示食品の届け出に向けた試験デザインでは、約930万円から試験の方を実施しております。次に、血中中性脂肪の評価項目についてです。こちらについては、先ほどの食後血糖値と大きく変わりはございませんが、 測定ポイントが異なってまいります。血中中性脂肪の場合は、この測定ポイントを2時間、3時間、4時間、6時間で測定を行っております。このように見たい評価項目に合わせまして、測定ポイントを変更するということが求められております。次にお見積もりについてです。左側がプロモーション用の小規模試験デザイン。 右側が機能性表示食品の届け出に向けた試験デザインとなっております。機能性表示食品の届け出に向けた試験デザインでは約1540万円から試験の方を実施しております。次に睡眠の質改善効果検証試験について説明させていただきます。こちらが試験デザインとなっております。先ほどと異なる点といたしまして、スクリーニング兼接種前検査、 1> 約1週間設けてて行っておりますこの理由といたしましては、この睡眠の質というのは端的に1回の試験で評価することはできません。そのため、約1週間かけてこの人の睡眠の状態がどうなっているのかというのを見るために、約1週間かけてスクリーニング検査、接種前検査というのを行っております。次に、試験参加者についてです。 今回の試験参加者については、日頃の睡眠の質に不満を感じている健常者の方が試験対象となります。しかし、このようなことを感じている健常者の方であったとしても、今回の睡眠の質というのを評価する上では、脳波や体動などの生態指標の測定を行います。そのため、このような生態指標に影響を与える生活環境の方を排除する必要がございます。そのための除外基準といたしまして、 家庭内に1歳未満の乳児がいる方、幼児、おおむね前1歳から小学校に就学するまでの子供と共に就寝をしている方、要介護者と共に生活をしている方、一つの寝具に複数人で就寝している方、夜勤等で睡眠時間や睡眠習慣が不規則な方や夜間頻尿の方、花粉症や喘息等の発作に悩まされている方、 また、睡眠時無呼吸症候群の可能性があるため、BMI が25以上の方というのも除外となります。次に評価項目についてですが、評価指標の客観的指標といたしましては、睡眠時の態度から睡眠の状況を評価するスリープスキャンなどを用いて評価の方を行っております。また、評価指標の主観的指標といたしましては、 気象時の睡眠状態を評価する OSA 睡眠調査表 MA 版を用いて評価の方を行っております。次にお見積もりになります。左側がプロモーション用の小規模試験デザイン、右側が機能性表示商品の届けに向けた試験デザインとなっております。機能性表示商品の届けに向けた試験デザインでは約1330万円から試験の方を実施しております。 以上で発表を終わります。一臨床試験統計解析に関するお問い合わせはこちらの方からお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。